野島さき子は毎日放送のアナウンサー。愛知県名古屋市で出生した後に1歳になる前に福岡県北九州市へ転居した。明治学園中学校、高等学校から慶応義塾大学法学部へ進学。在学中には国際法などを学んでいた。卒業後の2019年に毎日放送へ入社。同期入社のアナウンサーは清水麻也で。 一年先輩の辻さほりとは、出身学部こそ異なるものの大学の先輩にもあたる。ニックネームは、のじ、さきぽ。毎日放送への入社後は、清水とのコンビで、テレビラジオ番組に登場する機会が多く、2019年9月から1年半に、わたって出演していた、チチンプイプイでは、シミの字のの字とも呼ばれている。 2020年10月改編から2021年3月2日までは同番組への出演と並行しながら、後枠番組のミント、デガツ、火曜日本編のアシスタントを担当していた。新日本放送時代の1959年3月1日から、テレビ放送事業とラジオ放送事業を経営してきた。毎日放送は2021年4月1日付で、 ラジオ放送事業を株式会社 MBS ラジオへ移管。毎日放送は移管を機にテレビ単営局へ移行したが、野島はアナウンス職のまま同社の総合編成局へ在籍する一方で株式会社 MBS ラジオが制作、放送する番組にも MBS アナウンサーとして出演している。ちなみにテレビでは2021年3月29日から 4ン h a n t v で夏木曜日のスタジオアシスタントを務めている。テレビラジオ以下の番組にはいずれも不定期で出演。2020年6月以降は入社前から放送されている ECC の時報 CM のうち一部の時間帯で流れるバージョンで英語を交えたアナウンスを担当。テレビ2019年9月から2020年10月までは放送予定のテレビ番組を紹介する。 関西ローカル向けスポット CM のオープニング映像にも単独で登場していた。ラジオアドリブラジオ以下の番組には清水と揃って出演。以下はいずれも先輩アナウンサーの福島徹録がパーソナリティを務める冠番組。ありがとうございます。